Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Hi-Fi Rush. Gue gak tau ngelanjutin atau ngelarin. Kita bakal masuk ke track 11, dimana harusnya kita tuh ketemu sama si Kale dan kita harus ngabisin dia sih. Ngeliat bosnya tuh makin lama makin susah dilawan. Ya namanya juga naik level ya. Tapi kalau dilihat dari bos yang terakhir tuh si Rockford, itu dia kan bisa berubah jadi werewolf. Lawannya 3 kali ya. Dan kayaknya sih ngelawan bos ini juga gak cuman sekali doang. Mungkin 2 kali atau 3 kali juga menurut gue sih. Ya kita lihat aja apa kemampuan yang dimiliki sama si Kale. Kita langsung masuk ke gamenya aja ya. Yuk. ケール殿は策士であり、私たち、特にチャイ様よりも上手です。覚悟して参りましょう。強気な方がいいんだろうが、不安だな。よし、ビートチェックしようぜ。マカロン、お前はドーンと構えてればいい。ペパーミント、きついと思うけど、感情に振り回されんな。コルシカ、俺はお前の冷静なとこを頼りにしてる。それからシナモンは、まあ、なんでもいいや。時間がかかったけれど、チャイも随分立派になった。いい感じじゃないか。よし、みんな、準備しようか。OK、masih track 10。Kita ngobrol dulu. Sama siapa ya? Dari dia dulu lah. Shinkokyu. Chai ka? Mata panikutte no? Soriya, tsui ni Kale to taiji suru nda kara. Ima made zenbu norikoete kita daro? Rockfall nante kyodai na ookami otoko dattan da ze. So da ne. Kimi no yu toori, boku wa mou sukoshi jishin o motsu beki da ne. Fuan ni natta ra, ore no mane o shite miro yo.考えろ。1、2時間後には全部終わってる。俺たちが勝つ。ゴールテープを切る自分を想像するんだ。おお、いい考えじゃないか、チャイ。だろ？ペーパーミントの日記に書いてあったんだよ。今、なんて？さて、ケールのオフィス、敵のホームだ。何が待ってるかな？全くわからないよ。コルシカに聞いてみたけど、彼女も中に入ったことはないらしい。そりゃ良くないね。そうだよ、よくない。待て待て、落ち着け。つまりこうだ、俺たちにはプランがないというアドバンテージがある。それがアドバンテージ？つまり何も知らねえ、何が来るかわかんねえ、だからいつもより深く注意するじゃん。確かにそういう見方もできるな。そうだね、その方向で頑張ってみよう。Iya, siapnya gue pengen cek. Shinko. Next ke Korsika. 調子はどうだ？実を言うと、ロックフォールが狼男に変身するのにも驚いたが、それ以上にここまで来れるとも思ってなかったな。俺が失敗すると思ってたってこと？まあ、強運にも限度があるだろうしな。だがうぬぼれるな。ケールは今までの敵とは全く違う。侮っているつもりはないよ。ならいい。しかし、ペパーミントが少し心配だ。家族の問題だからな。ここまで全部みんなで乗り越えてきた。簡単じゃないけど、大丈夫さ。そうかもしれないな。しかし、いつでもサポートできるようにすべきだ。そのための俺らでしょ。チャイ、言うまでもないが、簡単に勝てると思わない方がいい。いや、急にどうした？思うところがあってな。お前は何でも思い通りに行くと考えていないか？この大事な時に、なんで俺がディスられてるわけ？助言が必要かと。客観視できるように。今言うか？確かにそうだ。戦いの後で自分と向き合う時間を取れればいいのか。ああ、そうしよう。それがいい。チャイ様。よしなもん、データ分析よろしく。何のことですか、チャイ様。今後についてのデータだよ。
思いつきで言われても困ります。数値化するにはデータが足りません。じゃあ俺を計算してみる？過去に試しました。しかしチャイ様を計算式に反映するとエラーが表示されます。ゼロで割るの人間バージョンなのかもしれません。これすごくない？かもしれません。ですが私はとても困惑しております。ロックフォールは内側に巨大な狼を飼ってたわけだけど、シナモンはどうなの？そのメッキの下に何隠してんだよ。恐縮ですが何もありません。チャイ様、ご期待に添えず申し訳ございません。誰だってなんかあるだろう。そう信じたいのですが未だに発見できません。いやー、まあその時が来ればわかるんじゃない。わ、kayaknya bakalan ada kejutan nih tentang si Cinnamon. Udah gak ada lagi kan? Oke, kita ke Pepamin. Kale に会っても平気か？今更何を言ってもあいつの考えは変わらない。今はただママの居場所が知りたい。もう引退したんだろ？表向きはね。でもケールが会社を乗っ取ってからまるで消息がつかめない。あいつならママの居場所を知ってる気がする。なら後で洗いざらい吐かせてツケを払ってもらわないとな。さて俺たちのショーもいよいよ大詰めだ。言っておきたいことある？チャイ、今までごめん。振り返ったら私たちぶつかってばっかりだったし。いいって、人それぞれ問題あるしな。俺の第一印象も最悪だったし。お互いに学べたってことね。だな、ぶつかり合って丸くなったって感じ。あんたにしては気が利いてる、ジャイ。本当に変わったかもね。そっちもな。ってことはいつか無責任に突っ走るロックなペパーミントが見れるかもな。それはちょっと先の話かもね。Oke, kayaknya sih ke sini itu bakalan ke next stage, mungkin final stage. Kale のパスワードをいただいて、スペクトラを停止するぜ。ロックフォールの使用エレベーターでKaleのオフィスへ行ける。みんな乗るんだ。Oh, kita langsung nyampe ke tempat si Kale dari private elevator. これで最後だぜ、みんな。いまいち実感ない。ここまで俺と一緒に来たんだぜ、ペパーミント。信じられない。おまけにバンダレーの社員まで仲間になるなんて。今週の予定には絶対になかったはずだな。ああ、僕たち本当に大丈夫かな。かけがちゃまった。私はチャイ様から学習しました。マカロン様、今こそロケンロールでございます。チャイん？チャイ、あんたを信じてる。もう分かってるよね。俺も一人じゃ何もできなかったよ。まもなくケール・バンダレー社長のオフィスです。行くぞ。ケイネリア、ケール、覚悟して。誰にも邪魔はさせない。ママは？ペパーミント、マジやだ。ここにいたの？ずっといたわ。Apa ini? Sorry, gue lagi membalas chat. Oh, jangan-jangan AR dong. Oh, trap ya. Zannen ne, soko made yo. Mama, ne nani shiteru no? Zutto sagashite ta no ni. Koko ni wa Kale ga ite, sore ni Spectra, shitte iru wa.ケールを助けると決めたのよ。誰が邪魔をしてもね。ロクサーヌ？いや、あなたがこんなことに手を貸すわけない。もしかして操られてるの？スペクトラか。ケールの最高傑作。そしてどんな強い意志をも必ず屈服させる。わ、ジルパペって。実は母親にスペクトラを使ったのか。出ないと社長になれなくてね。私は母のお気に入りではなかった。ママを返して。スペクトラが非道なマシンに見えるかな？でも違う。スペクトラは人々を我が社のエコシステムに誘導しているだけだ。待て。つまりもっと商品を買わせたくてこんな壮大な計画を考えたのか？お前たちに消費者が真に求めるものを生み出す苦悩が、バカバカしい試行錯誤の連続が理解できるか？
ほら新製品だよ。で、色はどこのモデル、サイズは、速さは、本当に必要、考えるストレスが消える。なぜなら、うん、私たちが代わりに決断してやるからだ。消費者を奴隷にするのか。解放してやるんだよ。より良い生活の真理を持ってな。全然ロックじゃねえ。だからなんだ、お前どうなんだ。アームストロングプロジェクトの恩恵を求めてやってきたロックスターになるためにな。お前は私の技術なしでは役立たず、そしてすでに共犯者。お前は私を助け、私は新たな顧客を得る。アームストロングプロジェクトは人々を支援するもの、それがママの意思だった。だがスペクトラは私のものだ。今私が全てを支配している。バーン。今からスペクトラのワイヤレス稼働テストを行う。お友達のチャイ君にご注目ください。くそ、あと一歩なのに。Aduh, hancur semua. Watashi no gijutsu o nusunde, jibun no koto o rockstar da to? Sono ryū o itte miro. Dou suriya ii nda? Kale no yū tōri kamo na. Kono ude ga nakya, ore wa yakutatazu da. Chai, yatsu no yū koto wa kini suru na.君がここまで導いた。ジャイだからできたのよ。でもどうすりゃいいんだよ。マッティンやし何もね。自分を責めないでください、チャイ様。これはハーモニックフォースフィールドです。ハーモニックフォースフィールド、つまりは音みたいなものか。まさしく。しかし破壊するには膨大なエネルギーを要しますので、もしその周波数にシンクロできればやってみる価値はある。まだ終わってない。下がってくれ。Kita mau pakai apa nih? Kitty kah? Standby dulu. Omoi dase. Beat o kanjiro. Pantesan enggak ada musik ya?何があってもお前なら最後までやり遂げるさ。そう見えなくても。これねえね。チャイも随分立派になった。いい感じじゃないか。俺たちは仲間だ。ヘディ。Gue berasa ini kalau di anime kayak event-event pas si tokoh utamanya lagi disemangatin sama teman-temannya deh.Salah-salah itu gue lupa tombolnya. Salah lagi.ロックスターだ。ハイパービームギリエ。サンペカーゲットね。ギターは
いらないとおっしゃいましたよね。でもあった方がクールじゃん。絶対勝てる。オッケー。やっと落ち着きを取り戻せたか。誰か頼む、コルタード。いやー、コーヒーメーカーはノンカフェインしか出まへんで。なんだと。ntar saya nggak ada bunyi-bunyi suara sekalipun. Koreka. Reference ke Armageddon lagi. Kere, 話をつけようぜ。泣けるぜ。何でもいいから、奴らを止めろ。ら。ミッションブリーフィングチーム3回アイツの決勝部で叩くぞ。ミッションブリーフィングね、ミッションリポート。ini copyright nggak ya? Kok ada suaranya sih? Streamer mode udah on sih. Ih, seru kayaknya. Oh enggak, gue pikir merosot. Tayang enggak. Kalau lewat atasnya bisa nggak? Nggak bisa. Sia-sia. Darah gue terbuang sia-sia. Oh bisa. Keren ya tempatnya. Widih. Oh, kerja sama semua. Gokil. Apa tuh? Widih. Jadi dia musuhnya. Gara-gara ini apa? Melodinya tuh ngambil alih musiknya gitu. Kok bisa masuk ya? Sama musik di belakangnya. Mesti nunggu. Nunggu dia jadi ngamuk aja. Ih, kok kepencet? Tangan gue jahil. Telunjuk gue jahil. Oh, tadi gue pengen ganti itu. Let's go.
Oke, ini dia. Oh, tumben bisa gua. Curiosity can kill you. Kill cat ya. Ini kok tempatnya begini banget ya? Tapi nggak ada apa-apa. Iya nggak ada apa-apa. Kirain mah ada bonus apa gitu. Sampah doang. Alah. Gua kira kesalahan gua tadi. Waduh. Kayaknya gak ada apa-apa deh tadi. Pelit amat. Iya, biasanya harusnya ada gitu. Mau spektra sih? Perasaan gua habis mandi. Ih, ngulangnya dari sini. Hampir. Si Korsika. Apa ini? Gede amat. Oh iya ya. Yang budgetnya, aduh. Udah dikurangin itu yang budgetnya habis. Ya untung aja kita nggak battle sama dia. Nggak tahu gimana caranya tuh kalau misalkan battle sama dia. Pasti ada triknya sih. Salah pencet.
그래? 안겼 오. 뭐가 내도 고수스 페리야. 뱀 kita cuma harus ngindarin dulu. Bentar. Geli. Patah? Eh, nggak dipatah sih. Eh, patahin. Nggak diputusin tangannya. Gila, variatif banget ya, bener. Dibikin beda-beda gitu loh. Eh. Apa sih? Agak-agak kurang nyaman yang lihat ya. Gara-gara kita geraknya ke kiri. Biasa kan ke kanan ya. Ini bukan graffiti kan? Maksudnya graffiti yang bisa diambil gitu. Agak aneh ya geraknya ke kiri. Aduh, aduh. Apa nih? Ada apa di sini? に亀裂が生じたことにより急所が露出いたしました。
いや、しかしそれだけじゃ倒しきれないかも。ないよりマシだな。とにかくあれに向かって走る。グッドニュース、うまくあいつを巻いたっぽい。おう、アームが引っかかってる。そこから届くか。オッケーオッケーオッケー。じゃ、nggak bisa。おきれ bisa diapa-apain。Yang api ngeselin nih, bentar. Ah.Giliran dibutuhkan malah. Serem banget apinya. Baterai gua habis ya. Widih, keren banget artnya. Sugoi janai ka? Kore kara dou suru? Matte. Cinnamon wa doko? Watashi no kangae ga tadashi kereba. Ngapain dia? Ano amu wa mada tsukaeru hazu desu. Cinnamon, nani yatten da yo? Ima koso minasama no oyaku ni tatsu toki, watashi wa kono kouki wo keshite nogashimasen. Ngapain? Kita jadi Cinnamon. Ada yang bisa dicek-cek gak? Gak ada sih kayaknya. Udah fokus aja. Serius? Echoes use a hand. Udah bisa ini dia, ngelawak. Wih, jadi kayak Power Ranger. Kamasai.
lupa pencet gue. Keren, keren, keren. Jadi kayak Final Attack-nya ini, Super Sentai. Keren banget, sumpah. Sempet-sempetnya dia ngegambar. Wah. Wah, keren banget. Keren, keren, keren. Ya. Cinnamon. Cinnamon. Baik-baik aja kan? Watashi cool deshita ka? Sugoku cool datta yo, Cinnamon. Yappe, mechakucha jan. Boku ga shuri shiyou. Itte kudasai. Watashi wa daijoubu. Yatto o yaku ni tatete kouei desu. Oh no. Boku wa makasete. そろそろ行かないと決戦よ。マクヒト。無難でベイベイかじゃ。オッケー、ニディア。お。Oke, ternyata di track 11 ini kita masih belum ngelawan si Kale, baru mau menuju sepertinya sih abis track ini kayaknya sih kita langsung lawan dia. Soalnya di sini kita malah ngelawan robot yang sebelumnya itu udah di-tease di stage-nya si Zanzo, alias ini robotnya Zanzo ini. Walaupun track ini tuh cuma sebentar, tapi ternyata banyak banget keseruan yang kita alami di sini dari awalnya kita keluar dari palah itu yang menahan kita di awal-awal, terus habis itu juga ya pokoknya seru juga sih ini walaupun cuma sebentar, dan kita harus rela meninggalkan Cinnamon di situ di momen-momen terakhirnya itu dimanfaatkan dengan baik sama dia, kita bahkan juga jadi dia ya sebentar, terus habis itu nembakin basokanya atau lasernya lah ke robotnya yang gede tadi, referensinya juga ke Power Ranger lagi atau Super Sentai, lucu banget. Yaudah kita ketemu lagi di track selanjutnya ya, thank you banget ya udah nonton, bye bye.